いや、クレハも急に呼び出してごめん。何かあったんですか、キリトさん。いや、そんな深刻な話じゃないんだけど、新しいクエストが配信されただろ。あれを一緒にやらないかと思ってさ。ごめんね、キリト君言い出したら聞かないから。あれ、アーファシスはいないのか。すぐに来ると思うんですけど。あ、レイちゃん。ジェスチャーゲームとかじゃないよね。様子がおかしいわ。レイちゃん、もしかして何か困ってるの？確かに表情が必死だな。え、何かの病気かな？熱はない？どこか痛いところは？アーファシスはプレイヤーじゃないから、病気や通信障害の類じゃないと思うけど。そうね。ということは、新しい仕様？でも、こんな仕様変更に、何の意味が？あ、ゼリスカさん、今大変なんです。実はレイちゃんの声が出なくなっちゃった。え、どうして？うちのデイジーちゃんも会話ができなくなっちゃったの。サポート系とバトル系のお話はできるみたいだけど。話せる内容が限られてしまったってことか。プレイヤーへのサポート機能が制限されていないところを見ると、タイミング的におそらく今回のクエスト絡みかしらね。アファシスとのコミュニケーションを制限するなんて今までにはなかったわよね。そうだな。でもクエスト絡みならクリアさえすればアファシスは元通りってことだ。今回のクエストってどんな内容なんですか？ SBC グロッケンの地下に新しいダンジョンが追加されたんだ。かなり大きいダンジョンで敵も多い。アルゴが手に入れた噂によれば、そこから SBC フリューゲルへハッキング攻撃が行われてるって話だ。それがレイちゃんにも影響しているということ？まだ誰も一番そこまでは潜ってないから、断片的な情報しかないんだよ。フリューゲルのハッキング、言い換えればマザーコンピューターへの攻撃ね。そっか、お母さんとつながってるから。レイちゃんたちもマザーコンピューターの不調がアファシスに影響しているということになるかしら。アファシスとのコミュニケーションが取りにくく、プレイヤー自身の力量が試される。常時デバフ付きの高難度クエストだと思うが、今はまだレイジーちゃんのサポート機能は生きてるけど、ハッキングが続いたら症状が悪化しちゃうかも。そうね。私、レイちゃんの声もデイジーちゃんの声も好きだもの。お話ができないのは寂しいわ。よし、そうと決まればやることは一つだ。ダンジョン攻略ね。私としてはなるべく早く取り掛かりたいわ。あなたもそうじゃない？じゃあ早速出発だな。